皆さんこんにちは。動きのコツ協会東京の理学療法士遠山智明です。この動画は皆さんのリクエストにお応えして作っております。腕が上げにくい、足を振り出しにくいなど、何かお困りのことがあればぜひコメント欄の方に書いてみてください。そのコメントを参考にさせていただいて動画の方を作らせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の内容に入りたいと思います。今回は、こちら側が非のある側だとした時にですね、例えばお手洗いに行こうとか、お食事が終わった後に、歩いて行こうとか、いろんなところで立ち上がる、こういった場面があると思います。この立ち上がる時にですね、ついついいい方の足が頑張りすぎてしまって、いい方の足が痛い、そんなお悩みをお持ちの方に対してのコツとなります。いい方の足が、頑張りすぎていることで、使いすぎによる痛みとか、そういったところにつながっていることが考えられますので、できれば麻痺のある方の足でもしっかりと支えて立つことができれば、いい方の足が負担が減るので痛みがなくなってくると思います。そのためにはどういったところに気をつければいいのかご説明していきたいと思います。まず立ち上がるときにですね、このようにお辞儀をしていくと思います。このお辞儀をしていくところが、今回のポイントとなっていきます。ついついいい方の足に頼ってしまって立ち上がっている方は、お辞儀がこのようになっていると思います。この時の麻痺のある方の太もも、ここがどのようについてきているのか確認してみてください。なぜかと言いますと、この座っている状態ではお尻で支えていると思うんですが、立ち上がろうとお辞儀をすると、お尻から太ももの裏に向かって体重が移動してくると思います。この太もものつき方、ぐーっとお辞儀したときに、麻痺のある方の太ももはつき方が軽かったり薄く感じると思います。そしていい方の太ももの裏はどうでしょうか。ぐーっと乗ってることで、麻痺のある太ももに比べてしっかりと太ももの裏がぐーっとついてると思います。このいい方の太ももの裏のつき方、こちらを麻痺のある方の太ももでも意識してみましょう。極端にぐーっと押し付けるのではなく、この左右のお尻が揃ったまま太ももに向かって体重が移ってくるようにお辞儀をしてみましょう。よろしいですか。先ほどのいい方の太ももと同じように、麻痺のある方の太ももの裏もぐーっと揃ってついてくるようにお辞儀します。このようにお辞儀をしていくことで、先ほどこういう姿勢だったお辞儀がまっすぐに整っていると思います。このまっすぐとしたお辞儀からゆっくりと立ち上がってみましょう。そうすることで、いい方の足で頑張りすぎてしまっていた立ち上がり方から、麻痺のある方の足でも支える立ち上がり方に変わっていると思います。それによって立ち上がることで痛かったいい方の足も楽になってるかと思いますので、ぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回実際に試してみていただいて、なかなかうまく乗せることができなかった、そういった方もいらっしゃると思います。そういった方はですね、電話での無料相談も行っておりますので、ぜひそちらをご利用してみてください。また、今回の動画が少しでも参考になりましたら、グッドボタンの方をよろしくお願いいたします。我々が動画を作る上での励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。無料電話相談はこちらへお電話ください。